事故は少し微妙なラインという話じゃったな。悪い試合はないぞ。ただ去年の川端梨子戦、今年の神楽美沙戦が特に良かったのう。芯の太いじっくりした強さを見せた。この辺は感染格差というか、よく行くし取りだからひいきしとるわけじゃないが、いい試合を見た以上は評価せんと。他の団体の若手でも何試合も見たらこのくらいいい試合もあるかもしれんがな。はいー、てーところで次はジャストタップアウトの稲葉友香ちゃん。軽道場の頃から高さん関係の女子はファイトスタイルが普通の女子と微妙に違ってて、良くも悪くもそこが興味深かった。ただ2、3年前ジャストタップアウトの女子だけの試合を見た時は、友香ちゃんと神楽美沙ちゃんを除いてみんなスタミナがダメじゃった。ただガンプロに移籍したニンリさん頑張っとるようじゃし、最近柳川さんも POP タイトル戦でいい試合をした。今回感染数が少なく絶対の太鼓判は押せんので、セレクトは友香ちゃん一人だけとするが、マニアはチェキっちゃな。今回この辺で、